のデブがいねえぞ。気のせいかわからんけど、サムネになんか俺と愛に対してなんかこのピンクのブスいたんだけど、ああもしかしてこいつと戦うんすか今日。満を持して登場です。満を持して登場。君ら最近の俺のね、食欲知らない。いや知ってる、知ってる、知ってる、すごいよ、まあ、すごいね最近は。この前ね、カツ丼食ってて、はいはい、俺より後にこいつラーメンとあともう一個なんか食ってた。ラーメンとペペロンチーノ、ラーメンとペペロンチーノ、はいはい、俺が食い終わるより早くこいつ完食して。やば、そう、早食いの王者だから。サプライズ選出ということで、やったー、ついに外役が、中このステージに降り立つというこのステージに降り立つというこのステージに降り立つというやべ、止まんねえ俺の最高のしもべにして最強の切り札いでよ、猛攻部ファイトダッダッダ。はい、ということで猛攻タンメン大食い対決多いわ。20個、20個か。まあ俺はね、ちょっともう恭平がどれだけ食べれるのかっていうのがすごい楽しみです。だからね、俺を陰からね、外役ながらも、うん、こう見守ってきたやつだからね、はいはいはい、これはもうある意味ジライア・ナルトの戦いみたいなもんですよ、ね、おお、そんないいもんじゃないね。あんま弟子ちょっかい出さないよ。最初ね、2個ほど入れていきましょうかね。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T ファールということで、お湯入れタイムでございますね。ね、どれくらい入れますか？どれくらい入れますか？はい、まあそんぐらいでいいんじゃないかな。え、お前知らない？え、何？昨日からもう友達じゃないよ。なんでさあ、先日ね、友達辞めました。おい、こら。さあ、カメラさんどんどん近づいていただくまっても。おお、お前の手の甲しか映ってない。まずい、それはまずい。手の甲しか映ってない。YouTuber あるまじき怖いわ。ああ、いいですね。つや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 、見て、つやつや。あ、つやつや。まずいもんみたいになってる。吸ってる恭平一番嫌いなんだよ。何かを吸ってる恭平一番嫌いなんだよ。うっさいわ。俺でも今日早いよ。一発目で30秒おにぎり成功しちゃうね。やばいよね。うわっ、はい、うわっ、はい、はい、はい、もう一杯完食。はい、やるじゃねえか。はい、ターボーさん一杯完食。よし、お前真夏のこうペットボトルみたいな。恭平2杯完食。ターボさん2杯完食。オッケー。いやでもね、3杯目食ってもやっぱ美味しさ変わらんわ。あ、そう。俺もう味しねえからこれ。いやでも今日は本当に頑張りたいと思ってるよ俺は。前回不甲斐ないから。前回不甲斐ない結果だったから。いや前回ひどかったね。俺はなんだろう、もう腹立ったもん。あのもう笑いに徹した感じ。まだ悔しい以上に俺が勝った。つけよ、お前自分が思う以上に楽しんでた。ただ俺はそれは間違うと思った、やっぱり。ああ、そう、うん、好むものなり修羅の道。うわ、鬱陶しい。ロロノアゾロの名言です。あ、そうなんですか。はい、これゾロ対 CP の。早く食えや。何止まっとんねんお前。食わしてください神様。胃袋開けてください。神頼み早いわ。ホットドッグで圧勝した感じに似てるわ今。あら、うん、あれやっぱ何のかなっていう。俺ゾーン入ってるからね。俺も満腹ゾーン入ってるわ今。はぁ、ゾーン入ってる。気合入れろお前は。お前は気合入れないとやっぱ食べねえわ。恭平さん3杯完食。あ、寝とるよないかお前。追いついてきました。ターボー3杯完食。よし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 。それなんだ。効率よくこれ冷ませるんですよ。冷ませるんですよ。こうやった方がさ、空気に触れるやん。なるほど。そうだ、こうやって、で、さらに息を吹きかけることで、これダブル相乗効果。おー、すごい。おー、冷えております、冷えております、冷えとるよ、冷えとるよ。おー、痛い痛い痛い。熱がっとるやないかお前。まあ結構僕チャンピオン取ってきた側からして言わせていただきたいのは、ね、こんなね軽々しい気持ちでね大喜利企画参入しないでほしいんだよね。
気合入れてくんねー。わかった、わ気合入れてめっちゃ食うよ俺一本じゃけ大輝がよくやるお笑いしやがってお前はでも俺なんかもう今んとこなんかもうサブちゃんみたいなノリだもん。うわぁ、ほんとだね、余裕感じるわ。余裕感じるし一つも面白いことしないしねパパイヤパパイヤとかやったでしょ、面白いこと。全部カットですねなんか味がいてぇな持ってきてるね、ノリ。お牛乳、島具は唐辛子でさ。いや待って、もともと辛いんだよこれ。いややっぱお前は辛いもん好きやん。だな、うん確かに、だな、うん確かに、だな、うん確かに。島具は行こうかな俺じゃあ。はい、まあぼちぼちかな。4杯目完食。さあ食って食って。ちょっと待ってくれー。マジきつくなってきた。じゃあ一回弱音吐くわ。ああもう一本も食べたくない。出し切った。5杯完食。前回のねカップ麺対決でもう言えることなんだけどね。はい、うん。僕カップ麺で負けてるんすよね。あ、麺弱かったね確かに。めっちゃ弱ね。4杯完食。え？10杯目完食。はい、4杯でーす。中学生の頃からの付き合いだけど、うん、そうだな、10年来の付き合いだもんな。正直ね、大通信よくなかったんですよね、京平さんっていうのは。実はちょっと待って、みんなキャップだ。まあ、そんなこともちょ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 、この絵面はサブちゃんでも流せない日曜の午後5時。暇やな。暇やなじゃない。サザエさんのオープニングってさ、いろんな場所のなんか、ああ行ってる行ってる行ってる、あれって裏でめっちゃ莫大な賄賂を払って宣伝してるんじゃないかっていう都市伝説あります。マジ最近お前腹いっぱいになってきたら豆知識だったあ、デスソースがあったか。よだれ出てくるから、うん、辛いの。ちょっと辛いもん好きはね、大好きだから辛いの。バカほど辛くしちゃうと思って。おっデデ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 。これ5でしょ、すごいな。おっとこれは行きましたね、完全に勝ち完全なやつですよこれ。あ、まだいける、あ、まだいける。ちょっと涼しくなったらいけるわ。開けとけば、ほんなら外の空気浴びたいね。久々のジャッジタイム。お互いですね、食えますか食えませんかというコールに対して、食えますと言った段階で一口パクッと食べなければいけないというこのルールでございます。なるほど。ターボさん食べます。さあジャッジタイム成功。6食ったよ。6完食でございます。まんまと騙されおって貴様ら。もう2杯目からね。はい、あーちょっとみたいな。何？もうそっからトラップは始まっていたのだよ。まさか。ほんと低能だなお前。うわこれはすごい、完全に出し抜かれた。こっからもう止まんないのこいつは。ギブアップ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 かーい。でお前演技下手じゃん。お前下手すぎるわ。30分前に分かったわ。6対4でターボーさんの勝利。Yes, we can! Yes, we can! まあでも多いだろうね。え、マジで多いこれ。多分普通のカップラーメンより確実に多いです、うん、しかもすっげえ麺がぶっといのなこれ。で、まあ見てもらえば分かるけど、もう王者のターボーさんが恭平とだって2敗差でしょ。だから恭平頑張った方だもんね。恭平も意外と悔しいさ。うん、ターボーすごいなと。頑張ったなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。次回の大食い企画でお会いしましょう。はい、バイちゃん。好きになって信じたってどうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。